こんばんは。ごめんなさい、ちょっと早く始めちゃって。こんばんは。見て、サチをどうしても映したかったからちょっとだけ早く始めました。じゃん。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。サチちゃん、サチ来て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 、サチ来て、サチ、サチこっち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 、サチちゃん、サチ、サチちゃん、見える？見えるかしら。こんにちは。じゃあお座り、お座りは、お座り、あう、くせしゃ、おお、声大きい、声が大きいんだよ。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。うちの家で飼っているワンヌ、さっちゃんです。さっちゃん見て、ここ、ここさっちゃん、これ何、これ、これ、これ何、これこんばんは、ありがとうございます。さっちゃん、さっちゃんにみんな会いたいって言ってたよ。ほら、引きの方が見えるんじゃない。覚えさせようとしている芸です。鼻、うん、お座り、待って、待ても、うん、おかわりは、あー、インコさんめっちゃうまいね。人間の前でお利口さんできたの。なちゃん、お利口さんできた。何がかゆい、何がかゆい、かゆいの。ヘイ、タッチ、タッチ、タッチ、そういうのはしないよね。タッチとかはしないんですよ知らないよね、タッチなんて。はい、じゃあみんなに、みんなにご挨拶して。みんな見えてますかね、うちのさっちゃんバンバン。あ、ごめん、ぶつかった今、ちょっと頭がぶつかった。さっちゃんいい子でしょ。いい子にしてるね。さっちゃん見て、さっちゃん見て、見える？無になってる、無になってるよ。土なんかありますか。さっちゃん、どっちが犬だか、どっちが犬だか。すいません、全然何も読めず。見えたかな、見えましたかね。こっち見てだよね、本当だよね。さっちゃん、そっちに何かありますか。何もないよ。さちゃん、さち、あれ、さちどこ、あれ、さちどこ、さちどこ、さちどこ、どういうこと。こんばんは、ありがとうございます。画面はちょっとわからなさそうだね。ちょっとこの辺暑いね、さちゃん。ちょっとエアコンはがよくやめですね。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。さっちゃん緊張してるか、案外雑な雑結構仲良く遊んでたつもりだったんだけど、雑だったかな。あー、もう出たくなっちゃったね。お母さんが、お母さんに会いたくなっちゃった。さっちゃん自由にしてるな、面白い。いいよ、おいで、いいの、いいの。ありがとう、ギフトなどありがとうございます。全然読めてなくてごめんね。じゅんさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。キーさん、ハートありがとうございます、ありがとう。ケンシンさん、ゴレンジャー、ダルミミカン、パンチ、ありがとうございます。ミルキーウェイ、レインボースター、ありがとうございます。シュウキチさん、ハートありがとうございます。ダークさん、風呂敷ありがとうございます。クレチカさん、ハートありがとう、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうね。今日は7月16日土曜日の、おお、あお、厄介な、厄介なことしちゃう。なに、なになに、そうだよね、そうだよね、うんうんうん。配信に初めて出て、ちょっと初めてじゃないか、久しぶりに出ることができて誠に緊張しておりますと言っていますちょっと恥ずかしいですって言ってます。ねえね、そっち、
ジュンさん、祭りだ、ありがとうございます。ありがとうね、嬉しい。トッティ、祭りだ、ありがとうございます。タカちゃん、クラッカー、ありがとうございます。ジュンさん、祭りだ、ありがとう、ありがとうございます。何？何？どこにいる？あ、いた。なるほどね。そうだよね、そうだよね、わかるわかる。そうだよね。いや、ごめんごめん、今気が利かなかった。自己紹介くらいさせろと怒っていますので、自己紹介させていただきます。サチです4歳のサチですね、ね、そうだよね、そうだよね、ごめんね、ほんと今言ってるからちょっと待ってね。ね、ね、そうだよね、あ、そうです、4歳です、4歳ですって言ってます4歳だって言ってますね、好きな食べ物何なの？さっきまで上がってきた上がってきたいってキュン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 言ってるから一緒に上がってきたのにさ、上がってきたと思ったら下に行きたいって怒るんだから。困っちゃうわ。ねえさっちゃん、いい子にしようね、いい子にしててよ、さっちゃんね。さっち、どうした？うんうん、ああ、もういいらしい。なになに、もう戻りたい？うんうん、ああ、はいはい、はい、わかるわかるわかる、なるほどね。うんうん、まだ夜ご飯食べてないぞと怒ってます。あのさっちゃんまだ夜ご飯を食べれてなくて、なので私のご飯はまだかって言ってました。こんばんは、みんな来てくれてありがとうございます。ありがとうね。あ、かい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 、そんなみんなの前でそんなボリボリ体をかかないでおくれね。そうだよね、なになに、うん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 、そうだよね、そうだよね、そうだよね、うん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 、わかるわかる、うんうん、はいはいはい。皆さんとお会いできてすごく光栄な気持ちでいっぱいです。私はちょっと恥ずかしがり屋なので、そろそろお邪魔させていただこう、お邪魔させていただこう、逆か、退散させていただこうと思いますと言っています。ほら、もうちょっと恥ずかしくてそっぽ向いちゃったマロさん、ハートありがとうございます。ありがとう。ね、そうなの、素晴らしい巻きでしょ、尻尾。あのね、さっちゃんのね、すごいのが本当に1回転半なんていうの、1周半回ってる尻尾が特徴的なんですよね、さっちゃんの。こっちです、すいません。特徴とすると尻尾がキョリンって丸まってるところがチャームポイントとしておりますね。え、寂しいよね、遊んでほしいのかな。ジュニアさんが来たじゃん、よいしょよいしょ。さっちゃん、ちなみに私は今日黒い服を着てるんですけど、よく見ていただくとこんなもんを見せるんじゃないって感じですよね。よく見ていただくと分かると思うんですけど、すごいことになってますすごいことになってます、全体的に。やばい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 、こんなのを見せちゃいけませんね、皆様に。今はすごく、ちなみに毛が抜ける時期をしております。毛が抜ける時期でさ、もうすごい毛だらけなんですよ私、もうやばい失礼しました。なんかもう今めっちゃだるぎな格好で申し訳ないです。そうだよそうだよ、この部屋クーラーある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 んだけど、なんかリモコンが見当たらなくてつけれてないんだけれども、でもね、クーラー自体はあります。あった、ごめん、エアコンのリモコン。さっきと同じ行動したくなっちゃうね。23度？それは涼しくないか。さすがにね。25度にしました。ゴロジロさん、祭りだ、ありがとうございます。ありがとう。タイ、祭りだ、ありがとうございます。ありがとう。エアコン、このそう、なんかこのエアコン喋るんだよね。そろそろバイバイしよっか、さっちゃん。ね、みんなにバイバイしよう。バイバイって。バイバイできる？ね、何考えてんの今。何考えてるの？ああもうね、うんうん、いっぱい喋ったね今日ね。つーつー、祭りだ、ありがとうございます。ありがとう。祭りだ祭りだ、ありがとう。ブラックダンサーさん、祭りだ、ありがとうございます。ありがとう。祭りだって言ってます。さっちも涼しいね、ここ。うんうん、もうね、もういっぱい喋ったね。分かった分かった、じゃあ行こっか。じゃあみんなに挨拶する。バイバイって、バイバーイって、バイバーイ。
私が言ってるだけなんだけど、スーちゃんもバイバーイってし、バイバーイってみんなにバイバーイはバイバーイ、バイバーイができるかな、バイバイできるかな、バイバイはできないね。みんなとはまたバイバイせずにまた今度だってね。ね、じゃあ行こっか。はい、はい、どこに行くんでしょうか。なんでそんなに喜んでるんですか。嘘でしょ、そんなに勢いよく帰っていく、なんかごめんねって気持ちになりました。皆様すみません、すみませんでした。本当によこしょー、すっごい勢いで帰ってった。面白すぎる。あーすごい、すっごい勢いでした。嫌だったみたいな。すっごい勢いで帰ってきましたね。面白すぎた今の帰り方。すいません。ごめんねすぎたね。なんかもうすごかった。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとうね。もうキャンキャンってたのね、まあ、あんな感じのワンちゃんです。ちょっと大きいよね、わかんない、今結構引きでいたのであの辺にいたじゃん、だからちょっとまあ遠近法もあってそんなに大きく見えなかったかもしれないんですけど、結構でかいでかいでかめのワンちゃんがいます。うちにはさっちゃんバンバンっていう名前です。よっぽどハゲた。相当恥ずかしそうにしてました。久しぶりにみんなと会えるということでちょっとドキドキしていたようです。まあまた機会があったらこの群馬に滞在してる間にあのサチジョまたお披露目できたらいいなとは思いつつそういうタイミングがあればよろしくお願いします。そう、前にもね何度かサッちゃん見たいって皆さんに言っていただいてたので、ちょっとまあせっかくの機会なので紹介しました。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう。何キロか、あ、13キロから12キロか13キロからあります。相当重たいです。みーちゃん、やったー、ありがとう、こんばんは。車の中はね、すっごいおとなしいんですよね、すごいいい子なの。さっちゃんはね、めちゃくちゃ車が得意というか、まあ、酔いもしないし静かに寝てますいい子ちゃんです。ミルキーウェイレインボースターありがとうございます。高橋幸ソンヨン、高橋幸です。やっと出られたっていう顔してたね。まあ、夜ご飯を今お母さんからもらっているのではないかなと思います。こんばんは、ありがとうございます。さっちゃんバンバンです。高橋さっちゃんバンバンっていう名前で、略してさちです。嘘です、あの高橋さちという名前で、あの略してさっちゃんバンバンです。スーさん、タツノオトシゴありがとうございます、ありがとうはい、よろしくお願いします。というわけで今日は7月16日土曜日の夜の9時10分過ぎくらいですかね、よろしくお願いします。車の振動が心地いいのわかんない、でもサービス略して、ね、厳しいツッコミ、サービスエリアに着くとちゃんと散歩もして、もう本当にお利口さんです、ね、心地いいのかもしれない、もしかしたら。クロエビーキさん、チンスコ、あれなんだっけ、チンアナゴだチンアナゴありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。ジュンジュンさん祭りだありがとうございます、ありがとう。ソイカラさん祭りだありがとうございます、ありがとう。さっちゃんバンバン、さっちゃんバンバンかわいいです。12時9分ね、ありがとう。バースデイブのさっちゃん、そうだね。今日は16日、あっという間に16日だ。若い頃群馬県ってことだよね、群馬県群馬町ってこと、住んでたんだ。今は群馬にいます、群馬におります。今実はまあ見てわかる通り、あの背景通りの群馬にいます。群馬の部屋ですよね、この何もない、ほんとこんなに何もない部屋あるってくらい何もなくない映っている範囲内本当に何もないです、何もないんです。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう、やっほー、こんばんは、来てくれてありがとうございます。私でもチンスコ大好きなんですよね、沖縄に行ったら絶対に買いたいし、沖縄に行かなくても沖縄フェアみたいなのやってると絶対買うくらいにチンスコ大好きです。ロンさんスイカありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。急に沖縄気持ちを沖縄に行きたいです。この部屋待ってるというか全部余ってますはい、全部余ってます。カーテンは、そうだね、カーテンとエアコンとテレビあります。
それ以外が本当に何も、ここにテレビがあります。ちょっと多分見切れて映ってないんですけど、テレビがあってエアコンがあって、今はどこに座ってるかというと床に座ってます。なので、まあ、ちょっと足がね、筋肉痛にな、筋肉痛で足がしびれるので、すごいよくわからないマットみたいなの敷いてます。それくらい何もないです。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう。そうそう、テレビはね実はあります。あと、とお布団があります。677日連続配信中、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。667677、ありがとうございます。こんばんは、みんな来てくれてありがとうございます、ありがとうね。そう、何もないから、なんか窓に映る自分がよく見えやすいので、確かにダンスの練習とかめっちゃしてました。お正月、去年、今年って言ったらいいのか、今年お正月に群馬に帰ったんですけど、確か1月の2日かな、にライブに出演させていただいて、その時とかもうずっとここで練習してた。前日くらいまでずっとずっと練習してました。キーさん、流れ星ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう、やっほー。なんか普段さ、自分マンションに住んでるので、まあ下の階の人に迷惑がかかってしまうとか、まあいろいろ気にして夜とかは踊ったりあんまりできないんだけど、まあ一軒家っていいよね。なんかそういうなんか下の人とかは気にしなくていいしさ、なんか自由が溢れてていいなって思います。あとシンプルに家の中に階段があるっていうのが、まあずっと住んでたらすごい大変なんだろうなとは思うんですけれども、やっぱなんか憧れがあります。ダイエットとかできそうじゃない、階段ダッシュみたいなまあ多分やらないんですけどこんばんは、ロミオさん、チアナゴありがとうございます、ありがとう。ゴエチカさん、ハート 2.5 個ありがとうございます、充電してよね、ありがとう、ありがとうございます。練習にもバッチリな部屋なの。そうなのだよ、外から丸見え、確かにね。いやでも、まあシャッター閉めれば丸見えにはならないかな。でも確かにだよね、前回だと丸見えかもしれない。階段ダッシュをこれ家族にしたことないんだけどね。さっちゃんは階段ダッシュできます。ただなんか群馬のこの家の階段で一回転んでズルズルズルって落ちちゃったことがあって、なので最近は階段を出るときは割と慎重になってます。でもさっきバタバタ降りてったよ。ジュンジュンさん、チンアナゴありがとうございます、たくさんありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。前にもうひっくり返るように3段くらいゴロゴロゴロって転がってっちゃったことがあって、家族みんなで超心配したんですけど、その後とかはもう降りるときもキュンキュン言っちゃって全然自分じゃ降りれなくてみたいな多かったんですけど、今はスルスル降りてきました。いけるなって思ったのかもしれないなんかいけるかもって思ったのかな。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう。そうだね、地下に住んでる人がいたらちょっとあれだけど、多分いないかも。ミルキーウェイな、リンゴスターありがとうございます、ツーツンスイカありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。アリの巣くらいかもあったとして、アリちゃんに謝った方がいいかもしれないかなその場合はごめんねとは思いつつ、こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう。みんな今日も一日お疲れ様です。今日は土曜日でしたけど、みんなはどんな一日をお過ごししましたか。そういえばデート大成功だった。おめでとう、楽しかったですか。デートだったのか、そうだよね。どんな一日でしたか、楽しかったですか、手をつなぎましたか、キューマンしましたか怖い、すいません。クロエビキさん、チンアナゴありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうね。ワンコね、滑り止めね、買いたいよね。自分家だと買うんだけどさ、なかなかそんなに頻度でよく来ないので、この家にはね全然買ってないんですけど、まあ、危ないからね、買った方がいいよね。買わないとって思いつつ買ってないままでした。買います、今度買ってみるね。ホームセンター行ってみよう。今日は餃子作って食べた。いいね、餃子、私餃子大好き。なんでこんなにポンポン面白い、言えてないです。そうだね、キュンキュンしちゃうね。おめでとう。こんばんは、ありがとうございます。 CS 野菜のコンサート見て、おお、ありがとう。カイザーさん、かわいい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。マイルド SS さん、祭りだ、ありがとうございます、祭りだ、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうね。とりあえず次どこ行こうか、素晴らしい、次があるっていうことにもう脈を感じますね。次があります、次はどこ行こうかって考える時間が楽しいですね。おめでとうございます、疲れ様です。君がるちゃん、人でありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。次に行くおすすめの場所を紹介します
いやどうかな、わからないけど、私が勝手に行きたいところでもいいですか。私は西武園遊園地に行きたいです。なんかマナンチョスとこの間行こうと思って、まあ、やめちゃったんですけど、まあいろいろあってあのマヨクラブに行ってやめたんですけど、やっぱ西武園遊園地に行きたい憧れがあります。デート向きスポットかどうかわからないんですけど、西武園遊園地で遊ぶのはいかがとは思います。まあでもプールもあるし遊園地もあるし、まあサマーランドみたいな感じなんでしょうね行ったことないのでちょっとわからないんですけど、おすすめしたいと思います。ちょっとレトロチックな遊園地楽しそうよ。こんばんは。ただね、交通アクセスがそのあんますごいなんか超いいかと言われるとちょっとそうでもなさそう。ちょっと 遠そうだった。どこを中心に考えるかによるんですけど、西武園遊園地の目の前のお家に住んでる方だったらそんな遠くないよって思うかもしれないんですけど、なんかね、なんて言ったらいいんだろうな、横浜とか渋谷とかから各そういうなんかなんていうのかな、都内の大きい駅からだいたいどこでも40分くらいかかりそうな感じではあったけど、電車でね、そこからさらにみたいな感じだったので、ちょっとなんとも言えないんですけど、まあ、もし近かったらおすすめです。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。メガネのきよみちゃん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。埼玉なんだっけ、あれ西武園遊園地ってどこだっけ、どこにあるんだっけな、ちょっと忘れちゃった、ごめんなさい。埼玉か、そうそうそう、埼玉みたいなので、まあちょっと遠いかもしれないですね、地域によりけりで。埼玉にもしも住んでいる方は行ってみてください、行ってみてくださいとか、行ってみたらって感じでね、逆に私が、すいません。初めて来てくれた方、ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。埼玉に住んでる人に、西武園遊園地行ってみたらって、なんかちょっとうざめだね、すいません。こんばんは。みやびさん、ハートありがとうございます。ありがとう。所沢ね、ありがとうございます。これは所沢ですよね。お誕生日おめでとう。ありがとう。お誕生日は明日になります。ありがとうございます。明日私は23歳の扉を開けます。よろしく。よろしく。よろしくお願いします。今日で22歳の扉を閉めます。よろしく。キーさん、ハートありがとうございます。ありがとう。そう、行ったことないんだけど、本当に行ってみたい、西武園遊園地。絶対楽しそうだなって思ってます。まあ行くならマナがいいかな、マナとなら何でも楽しめるので、さらに楽しいと楽しいで楽しいかなと勝手に妄想してますが、キーさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。誕生日は明日になります。よろしくお願いします。ちょっとドキドキしますね。まあ悔いが残らないように、あと残り2時間半、2時間40分か、ありがとう、2時間40分を過ごしていきたい気持ちです。なんか悔いあるかな、難しいな。ペコちゃん、ハートありがとうございます。アニャさん、スイカありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。お互い絶叫系好きだから遊園地ありかも。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。メンチカツとかね、一緒に食べちゃったりなんかしちゃったりして楽しそうだわ。西武園地マナンチョスとレトロな、ねえねえ、なんかさ、制服着てる人がいっぱいいたって教えてくれた方がいた気がするんだけど、教えてくれたかな。そうそう、それでさ、なんか制服もありだなって思ったけど、まあちょっとミミちゃんとマナちゃんはもう JK ではないので、まあレトロチックな服を探していきたいな。こんばんは、ありがとうございます。やり残したこと、やり残したことはなんかあるかな。待って待って、考えるね。ちょっと2時間40分できることならやっていきたいけどなんかあるかな、やり残したこと、なんかあるかな、私。あと2時間40分、頑張りたい、頑張りたいけど、なんかあるかな、なんかやり残したことあるかな。明日誕生日配信します。誕生日はもう配信させてください。毎日配信させてもらってるので、明日もどうか配信をさせてもらえると嬉しいです。まだいけるか、なんだろうな、スタバのフラペチーノは飲めてないんですよ、すいません。やり残した、確かにやり残したな。買いに行けるかなってとは言いつつ、買いには行けないんですけど、スタバのフラペチーノは飲めませんでした。秘宝です飲みたかった、本当に飲みたかった、飲みたかったですね。完全にタイミングを失ってちょっと行けなかったですね。本当にお腹空いてなくてさ、でその次に行けるかもなって思ったタイミングがめっちゃ寒くて、なんか私が勝手にね、ちょっとスタバのフラペチーノちょっと今日どうしても飲めなかったですね。悔しいです。あんだけ飲む飲むやって、飲む飲む詐欺ですよね、本当に。すみません、申し訳なくは思ってます本当にごめんなさい。でもね、どうしても飲めなかったんだ、ごめんなさい、許してください。モモフラペチーノごめんね。レッドくん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ありがとうね。モモフラペ美味しかった、美味しそうだよね、飲みたいんだよね。スタバ飲めてないのは22歳でやり残したことなんかも、そうだね、確かに。どうしよう、そういう場合はどうしたらいいかな。
信一さん、タツノオトシゴありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。ありがとうございます。小屋近さん、流れ星ありがとうございます。ありがとう。いやー、忘れちゃったわけじゃなくて、飲めなかったっていう方なんですけど、スタバ飲めなかったな、飲みたかったな、飲みたかったのに飲めなかったな。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。22歳で結婚したかった。それは私ですか？結婚してほしかったってこと？それとも自分ですか？なるほどね。そっか。でもそれは私はなかったかもしれないので、悔いはそこに、私はね、ないですけど、そっか。まあでもそういう悔いだとちょっとあと2時間40分ではかなわないよね。なかなか難しい。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。あ、結婚願望が22歳だったってことか。なるほどね。そっかそっか。そうだね、明日はケーキ買いに行かないといけない。ワクワク、ケーキ、ケーキ、ワクワク。明日はちょっと配信でケーキ食べれたらいいなって思ってます。食べれるか食べれないか私次第です。食べたいなとは思ってます。食べますって言っちゃうと、もし叶わなかった時にまたスタバ飲むって言ったらちゃんちゃんくせんってなっちゃうかもしれないので、怖いので、食べたいなってぼやいておきます。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。今日ちょっと涼しくなかった？なんかいつもよりもなんか涼しくて、なんかびっくりしました。なんか夕方外出た時はなんか寒くて、なんかもうなんなら車の中よりも外の方が涼しい。車はエアコン入れてたんですけど、エアコン入れた車内よりも外の方が涼しくも感じた。もはやそれくらい今日は涼しかったと私は思いました。そんなこと言わんの方はいない。そうだね、みんなは優しいでした。そうだね、明日何時頃配信、ちょっとね、まだちょっと決めてないんですよね、ごめんなさい。そろそろ本当に決めたいと思ってます。ちょっとね、ラスアイの放送があるっていうのがちょっとかなり引っかかっていて、ちょっと真剣に検討中です。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。今クーラーつけてない。本当に私もクーラーつけてなかったんだけど、さっきサチがちょっと大暴れしたら熱くなっちゃったので今はつけてます。でもさっきまではつけてなかったな。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほー、ありがとうございます。東京は涼しいけど湿度あったね。あったよね、湿度。なんか蒸し暑さは感じてました。でも降ったりやんだりだったかな。中で止んだり降ったりを繰り返してたような気がします。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほー。半袖だと寒いよね。私はもうめっちゃ気合い入れた半袖の T シャツ着てました。毛のついたね毛だらけの T シャツを着てました。こんばんは。もうコロコロ必須すぎて、普通にこの格好でなんか犬も連れてたら、あ、犬の毛ついちゃったねって分かる。さすがになんかもう家の埃とかのレベルじゃないので、なんか、あ、犬飼ってんだなって分かってもらえると思うんですけど、サチがいない時にこの格好でなんか飲食店とかご飯行ったらちょっとなんかだらしない人みたいになっちゃうレベルなので、なんかコロコロ必須すぎます。本当に黒い服は、犬飼ってて毛が抜ける時期は着るもんじゃないと本当に思うくらい、真っ白になっちゃうんだよね。今日はずっと雨だったね。明日はなんか晴れるっぽい。どうやら私の誕生日は晴れます。嬉しいです。今日は運転してないです。というか今日群馬に来たので、さっき着いたばっかりです。割と本当にさっきです。今着いて、軽くお味噌汁とかを飲んだくらいです。あんまり何もまだできてないです。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほー、ありがとね。遠くだと見えないね。よかった。なんか引きだとあんま分かんなくてほっとしてます。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほー。インター何かお食べに、インターっていうのはサービスエリア的な感じですよね。お食べに なさってないですお食べになれなくて、玄米茶をお飲みになりました。どうかしら、玄米茶をお飲みになったインターは。こんばんは、ありがとうございます。玄米茶大好きなんですよね、私。結構緑茶の次に好きです。ただ私結構黒豆茶も好きです。てか結構黒豆茶好きですね。なんなら玄米茶よりも好きかも。緑茶が一番好きはもう圧倒的なんですけど、玄米茶、黒豆茶好きですね。黒豆飲みたいな。誕生日おめでとう、ありがとうございます。明日は誕生日なので明日おめでとうってしてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。昨日ついてるのかと思って、あ、そうなの？今日でした。実は今日でした。ミミの誕生日は晴れが多いような気がする。そうかな？去年晴れてたかな？去年ケーキ作ったんだよね、自分で。中で配信したからあんま覚えてないけど、多分雨だった気はしてないけどな。
確かに晴れだったな。当日なんかひまわりで写真撮って載せたもん。ひまわりと今年も写真撮ったので載せます。誕生日になったらね。こんばんは、キーさん、タツノオトシゴありがとうございます。ありがとう。自分に対しても敬語敬語で喋ってた全然敬語じゃありません。タメ口聞いちゃってます。じゃんじゃか。群馬でたくさん青春した。そうなの、いいね。青春エピソード聞かせてください。どうかケーキ作り配信。いやでもなんかみんなが楽しんでくれてたならそれでいいんだけど、私的には結構な黒歴史配信なので、二度とケーキを配信では作りません何か相当なことがない限りはちょっと作りたくはないですね。ミルキーウェイ、流れ星、レインボースターありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。え、本当に？待って、めっちゃ面白い。去年のお誕生日は身も心も大人の女性になれるようにってツイートしてる。本当に？私さっきツイート作ってたんですよね。いつ載せるかはとりあえず置いといて、今日の夜中か、まあ、今日の夜中ってか明日の夜中、今日のこれから過ごす夜中、明日ってことなんですけどややこしい。この説明そんなに長らくいらないよね。そういう時間に配信するか、明日起きてからか明日の夜するかわからないんですけど、ツイートする文章を作ってたの。それ今年は、23歳、本日23歳の誕生日を迎えました。いつも応援してくださる皆様ありがとうございます。23歳は身も心も綺麗な女性になれるように頑張りたいですってやってた。身も心も大人と身も心も綺麗でなんかもう面白いですね。ちょっとも変わってない、ちょっとしか変わってない。まあ大人と綺麗ってちょっと意味合いが違くて、まあ心が綺麗って大事じゃないですか。まあ身だしなみとか見た目も綺麗になれたら嬉しいということで、身も心も綺麗な女性になりたいですってツイート作ってた、さっき。本当に身も心も大人になりたいって言ってたんだ今日ね。いやなりたいですよ、もちろん。でもなんかほぼ同じすぎる。身も心もどうにかなりたいらしいです、私は。どうやら、そうですね、大人になってさらに綺麗、そうですね、そうなっていきたい所存なんですけど。じゃあまあ逆をやって2022歳を振り返ってみようっていうわけで、まあ7月17日に私は22年前おぎゃおぎゃと生まれ、まあ、22歳のお誕生日を去年の昨日させてもらったんです。去年の明日、またややこしいな、去年の明日ですね。去年の明日、22歳の誕生日迎えさせていただいたんですけれども、どうでしたかね。7月、まあ、高橋なのかっていう、まあ、口で喋るとどっちも一緒なんですけど、はしご高か口かのどっちの高橋になるかっていうのを、まあ、ひともめして、見事はしごの方の高橋が勝ち、はしごの方の高橋でスタートをした2022年22歳というわけだったんですけれども、まあいろんなことがありましたね。まあいろんなことがありました、本当に。ごめんなさい、バカ笑いしちゃった。とりあえず T シャツ綺麗にしましょうね。身も心も綺麗にするならばこんなに毛のついた T シャツを着てはいけませんね。確かにです。こんばんは、ありがとうございます。3333キログラムはそのやばいことになっちゃうので、3333グラムではなくて、私はめちゃくちゃ日本一ジャンボベイビーと呼ばれる大きなベイビーとして誕生したので、ちょっと3333グラムは甘いですね。私はもっともっとずしんと4キロ近くで生まれております嘘です。あ、嘘じゃないです。ごめんなさい。嘘じゃないんですけど、全然、何キロでもよく、何グラムでもよかったです。全然甘くないです。すいません。私はもっとずしんと生まれちゃったっていうだけなので、軽かった方がもしかしたらお母さんは楽だったかもしれないし、むしろごめんなさいっていうところなんですけど、そんな感じでした。大きく生まれました。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう、やっほー。でもなんか私はなんか こんなことを話すのはどうかと思うんですけど、すごく産みやすかったそうです。なんか本当にスルンと表現おかしいんですけど、スルンと生まれたらしいです。こんばんは、ありがとうございます。4000g くらいありました、本当に。4770g、確か3800g くらい、わかんない、なんだか忘れちゃったんですけど、とりあえず4キロくらいありました。結構大きく生まれました。病院一のジャンボベイビーだったんですけど、小さかったです、中学生くらいまでは。まあこの話は割と最近も話したんですけど、だんだんどんどん大きくなりました。そうそう、トゥルンって生まれたらしいです。よかったです、そこは安心しました。というわけで、しかもなんか結構小さい時は夜泣きもせずずっと寝てたそうです。食べて寝てっていうのをちゃんとしてたみたいで、すごく
あんまりなんかその世話が焼ける世話が焼けるものが赤ちゃんだと思うので、その世話の焼ける赤ちゃんがどうとかじゃなくて、私は本当になんかその静かだったらしいそうすごくなんか寝て寝てミルクを飲んで寝てっていう、そうそうだったらしいよ。寝る子は育つでした本当に。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう。そう超おとなしかったです、私。そう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 、めっちゃおとなしい赤ちゃんでしたそれが今じゃこんなピーチクパーチク喋るようになっちゃってあれですけど、すごくちっちゃかったそうです。あ、ちっちゃかったじゃなくて静かだったそうです。まあ本当にちっちゃい頃は静かで、いつもお姉ちゃんの後ろに隠れて、姉ちゃんのやることなすこと真似してたくらいなんで、全然本当にいつから変わったんだろうって感じなんですけど、そう変わりました。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう。そこまで遡る予定はなくて、去年1年間を遡ろうとしてたんですけど、去年1年間は、まあ、7月があって、8月からまあサバイブが始まりましたね。サバイブがありの、まあ、そういう濃すぎる野菜の活動の中でもだいぶ忘れない濃い夏を過ごし、まあ、9月も過ぎ、10月くらいで10月かな、あれリリースされたのって11月だっけ10月だったっけ、まあでもそのくらいの時期に11枚目シングルのリリースに向けてバタバタしていて、私は存在証明の MV とかも撮らせてもらって、まあ MV であんななんていうんですかね、素敵な立ち位置でできるのはサブリミナル作戦ぶりだったので、まあすごい嬉しかったです私。まあそういう怒涛の夏を過ごしましたね。そうそうそう、こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう。ダンスはしません。こんばんは、ありがとうね。懐かしいね、1年早い。そう、そうなんだよね。早いんだよね。まあ、はしごだか高橋みみになり、サバイブをして、まあ、CD リリースに向けていろいろ活動して、まあ、それが終わったら、割と1ヶ月弱くらいの期間が空いたら、すぐに、コンサートって感じでしたもんね。4周年コンサートに向けてバタバタっていう感じで、割とずっとバタバタ、1ヶ月前ではないけど、まあ、2週間前くらいからさ、結構リハーサルもろもろ始まるというわけで、結構バタバタして、それがまあ大成功しまして、その次に玉読みですよね、玉読みの2がありまして、玉読みの2に出ました。小林よりちゃん役で出演させていただき、まあ稽古でバタバタしましたね。1ヶ月間ほぼ稽古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 っていう日々を過ごし、マイケルさん、ゴレンジャー、ダルミミカンパンチ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、嬉しいです。4周年の君のあっちはすごい、嬉しい、ありがとう。私も一生の思い出です。衣装も着させていただいて本当に嬉しかったです。一生忘れない大切な思い出です、ありがとう。そう、それでまあ舞台に出演させていただき、浅井佳代子ちゃんはまあ1回目だったので、ちょっと小林よりちゃんとして舞台に立たせていただきまして、まあそれが終わったら、まあちょっと衝撃大発表、まあラストアイドルの解散ということで、まあ発表があり、まあそこからは、まあラストコンサートが開催されるということとかも決まったりして、まあもうあっという間に過ぎましたよね、本当に。あっという間、発表されてからまあ3ヶ月間あったけれど、みんなと過ごせる時間がね、あっという間すぎましたね。その3ヶ月間は本当にあっという間すぎて、もう気づいたらラストコンサートだったこの間っていう感じで、そう、そしてまあ6月を迎えて、まあ1ヶ月経ち今というところです。いやもう本当話すとあっという間かもしれないんですけど、相当この中にいろんなことがありました、本当にこの1年間やばいくらいいろいろありました。マイケルさん、ハートありがとうございます、ありがとう。キーさん、人でありがとうございます、ありがとう、嬉しいです。あっという間だったね。いやまあ確かにあっという間だったけれど、なんか高橋なのかっていう、なんかハッシュタグ企画を去年の今日して今日発表してたんですけど、それとかなんかもう本当にめっちゃ前に感じちゃう。はしご高として活動したのが1年だけって思えないくらいだもん。結構あっという間だけど長くも感じます。どうなんだろうね。ミルキーウェイな、レインボースター、ありがとうございます、ありがとう。めちゃめちゃいろいろありましたね、本当に。そんな感じの1年間でした。まあだいぶバタバタというか、感情的には落ち着かない1年でしたよね。いや本当にちゃんと正直、今までの人生で一番感情が、まあ良くも悪くも荒れた1年だったと思います、本当に。
この22歳、22歳で結構いろんなことを経験して、出会いも別れもなんかいろいろと知りました。このいろんなものの難しさや素晴らしさを感じました。本当になんかなかなか壮絶っていうか、なかなかすごい1年間だったとは思います、正直。まあそんな22歳の扉を閉めようとしているわけなんですけど、まあこうざっくり振り返って悔いあるって言われるとちょっと分かんないですね、もはや分かんないな。しがちゃん、まつりだ、ありがとうございます、ありがとう。でもそうなんだよね、ごめん、そうだね、いろいろいいこともたくさんあって、台湾ライブに本当にたくさん出演させていただいて、お正月過ぎてくらいからかな、もうほとんどはちょっとごめんなさい、いろいろ盛りすぎちゃいました。たくさん、結構たくさん出演させていただけて嬉しかった、本当に。それはもうたくさん応援してくださってた皆さんがいてくれたおかげで、たくさんの応援のおかげで出演できたので、もうみんなに感謝という、もうみんなに感謝の気持ちしかないんですけど、本当にそういう素敵な思い出もたくさんできました。今言ったのはもうなんか大変だった思い出系をたくさん言っちゃったけど、あのいいこともいっぱいあって、いいことの方が多分いっぱいありました。本当に嬉しかった。ライブとかはさ、やっぱずっと憧れだったけど、やっぱりなんかそうだね、私の実力不足でなかなか出られなかったけど、まあ、最後にこんなたくさん本当に出演できて、いっぱい思い出は作れた、本当に嬉しかった、本当に楽しかったです、ありがとうございます。そうそうさん、ハート 2.5 個ありがとうございます、充電したよね、ありがとう、ありがとうございます。ペコちゃん、花束ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、嬉しいです。そうそうさん、ハート 2.5 個いっぱいありがとう、充電したよね、ありがとう。くしゃみが出そう、ごめん。ラスト1回さんはすごく悲しかったけど、その回に未来、本当に嬉しい、ありがとう、本当にありがとうございます。なんか私的にはそのラストアイドルっていうあのグループ名っていうわけじゃないんだけど、ラストアイドルっていうこの大きな存在の、ラストアイドルの高橋みみっていう、自分がいなくなってみんながただの高橋みみを好きでいてくれるのかとか、今後も応援してくれるのかっていうのを不安にも思ったりも本当にしていたから、今そう言ってくれて本当に嬉しく思います、ありがとうございます。ね、本当だよね、センターで曲やらせてもらうとかも本当に考えられないようなことだったから、この本当に貴重なことさせてもらったと思うし、嬉しい、嬉しかったし、めっちゃ楽しかった、めっちゃ味わいましたね、あそこで見た景色たちは本当にずっと忘れないです、最高でした、本当に感謝です。アンダー公演ね、めっちゃ良かったよ、楽しかった、本当に。野球のポジションか、キャッチャーですかね、いやちょっとあんまりなんていうんですかね、野球観戦とかにそのたくさん行けたことはなくて、まあ分からないんですけど、でもまあキャッチャーを2回もやらせてもらったので、劇の中でね、舞台の中で、まあ思い入れがあるとか、あとお父さんがキャッチャーをやってたとかまあキャッチャーを見ることが多いですかね。見ることっていうか、まあ、注目してみるとしたらキャッチャーなのかな。そのお芝居するにあたってもいろいろ動画とか見て勉強したりしてたから。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう。どこが好きって言われたら詳しくないながらですけど、キャッチャーかなって思います。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう、いい思い出ができた、いやーん、いやーなんかいやーみたいな言い方しちゃった、うん、もうめっちゃいい経験ができました、本当に最高でしたよ、本当にラストアイドルの活動も。まあ、23歳は逆になんかどんな1年になるのかちょっと未知すぎて、まあ、身も心も綺麗な女性になりたいですわ、まあ、普通にまあ1年として、なんかそのお仕事関係なく自分の勝手ななんて言うんですかね、綺麗になりたいわっていう目標なんですけど、普通にお仕事としてもいろいろ目標を掲げてやっていきたいですね。まあ、ツイッターの文章とかは、まあ、文字制限と重たくなりすぎないっていうのをテーマにしてるので、まあ、そういうなんか身も心もみたいなこと言っちゃいますけどいろいろと目標を立てて1年間頑張っていきたいなとは思ってます。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう、やっほー、こんばんは。オーリオさんとはね、バッテリー組んでないんです。私は敵校だったので、敵校でした。なので、オーリオさんとはバッテリーじゃないのです。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。ねえ、飛躍の1年になると、ありがとうございます。頑張りますね。ありがとうございます、本当に。いつも応援してくれてるみんなに、いい報告がいろいろできるように頑張ります。ありがとうございます。こんばんは、ありがとうね、独り言の存在証明 MV よかった、本当嬉しい。なんかね、つい一昨日くらいに見ました、結構定期的に見てます、
存在証明の MV やっぱ嬉しかったし、なんかあのさ MV 見るとなんかすごい爽やかな気持ちになる、爽やかってかなんか心が涼しげな気持ちになるんですよね。いや服装がみんな水色だからかな、いやそういうわけじゃないと思うんですけど絶対違います、ごめんなさい。なんか曲調かな、なんかすごい吹っ切れるんですよね、何かモヤモヤしたものが。でも確かにそういう歌詞でもあるかもからかもしれないんだけど、なんかモヤモヤしたものがあるときに見ると結構すっきりします。なんかあ頑張ろうってなんか思える、なんか好きです、私は。なのでまあ元気や勇気をもらうときに聞いたりはしてます。まあプラス爽やかな色の衣装っていうのもあるのかもしれないんですけど、あと雲の上っぽいじゃん、あれなんかやっぱすごいよね、忘れられないもん、あのスモークみたいなの耐えて MV 撮影したときのこと記憶深いです。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう、やっほー、ありがとうね、こんばんは、ありがとうございます。そうだね、身も心も T シャツも綺麗にしなきゃ、この T シャツに関してはとりあえずすぐに綺麗にしますすいません、今さっちゃんを抱っこしてここまで連れてきたんですよ、さっき配信始まる時に、その時に一瞬抱っこしただけでこんなで、こんななっちゃう、本当に大変だ、黒の服は着ちゃいけませんね。キーさんハートありがとうございます、ありがとう。なんか空き時間に逆上がりしてるムービー、あー逆上がりね、あれはまたちょっと違うんだよね、 MV 撮影の時ではなくて、あの時の公開された映像のやつだ、発売日記念イベントで、公開された動画の撮影地です、あれはそこで撮った。逆上がりしてるのやつ、インスタのストーリーだよね、ラストアイドルの公式さんが載せてくれてたやつだよね、逆上がりして遊んでたあれはすごい。でもなんかね、どういうことだったんだっけな、なんか撮影の中の一つでなんかその逆上がりをなんか逆上がりしたっけな、とりあえず運転でなんかもうこうなんていうのか、懸垂みたいなやつをしたままなんか10秒キープみたいなのめっちゃやってあれめっちゃ辛かったな、何回もさ逆上がりする感じで、何かをねめっちゃ何回も何回も撮ってたんだよね、それがねちょっと結構きつかったです。実は逆上がりできます、私結構余裕でできちゃうタイプです。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう。12時までに記念しなきゃだね、12時は余裕ですね、まだだって10時にもなってないでしょ、余裕ですよ。そうそうそう、懐かしいよね、ブランコね、ブランコしたよね。でもブランコはね MV の時もあったわ、あのハイジのブランコみたいなあの大きいやつね、あれはなんかもうちょっとなんか不思議な感覚だった、乗らせてもらったんですけど、なんか心しか乗れないんですよ、あそれはないよ、ごめん嘘ついちゃった、ん心以外にも乗ってるメンバーいたな、ごめん、ブランコって使ってたよね他のメンバーも、分かんないんだけど、私たちはあの私と我は結構歌割りが一緒で、あの私と我の口のリップシーンだ撮ってたんですけど、その時はブランコがないチームで、私たちだから乗れないと思ったんですよ、もうずっと乗れないと思ってたら、心の撮影が終わって、なんていうのかな、あの YouTube のさと扉のやつ、トップがじゃなくてなんていうんだっけ、あれをあの数秒停止でこう撮影してた時に、そのブランコに心が乗ってたから、その後ちょっと乗らせてもらったんですよ。そうなんかね、どんな感じだったか忘れちゃったんだけど、なんかすごかった、あのブランコ、普通のブランコじゃなかった、なんかよくわかんないあのこと言ってたんだけどな、その時も忘れちゃった、なんか沈むような感覚だった、ちょっと怖かったです実はちょっと怖かった。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう、指輪これありがとうございます、ピンキーリングです。こんばんは、ありがとうね、勇気とかブランコ乗ってたか、ブランコ乗る夢は見てないです。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう、全然そういう夢は最近見ないな、夢最近見ないな、あんまり見ない。サバイブで印象的なメンバーみんなだよ、それはもう誰とかじゃないです、私はもう全員印象的です、全員のことちゃんと覚えてます、誰一人忘れてないです緊張もしてたけど、相手のパフォーマンスはもうこんな近くでメンバーのパフォーマンス見れることなかなかないじゃないですか、しかもなんかまあポジティブに自分と対戦するために選曲してくれた曲、まあ、用意してくれたものをそんな近くで見させてもらえる機会なんてないので、本当に、まあ、貴重だったし、まあ、自分次が自分か先に自分かがやってるんで、まあ、めっちゃ緊張してたからあれだったけど、もう全員めっちゃすごかったし覚えてるよ。
こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほー。貴重なことですよね。自分とのバトルに用意してくれるって、いろいろと。すごいことだと思いました。なので私も、まあ、応援してくれてるファンの方がたくさんいてくれたし、まあ自分も選抜に入りたかったし、まあ一緒に戦ってくれるメンバーにも、なんかもうこうぶつかれるように、いろいろ準備はして頑張りました。こんばんは、ありがとうね。来てくれてありがとう。やっほー。ありがとうございます。ブランコの素材が軽そうだったのかな。いや、なんかすごいなんか沈むような感覚でちょっと怖かった。あれはあれね、そうだったんだよね。ちょっと待ってね、携帯が、すみません、治りました。ブランコ、スシロー、浮き輪、あれか、昨日載せたやつか。そうそう、サマーランド行ってみて、あの浮き輪がね、スシローになってます。なんかあの回るプール、なんていうんだっけ、あるの、回るプールの、なんて言うんだっけ、ああいうのって、あ、忘れちゃった。なんとかプールっていうね、回るプールかな、あれ違う、なんかしっくりこないな、なんだっけ、なんて言うんだっけ、あ、流れるプール、そうそうそう、流れるプールあるじゃないですか。まあ、回転寿司と流れるプールを略してじゃなくて掛け合わせてて、まあ、スシローとコラボしてるっぽいんです。そうで、スシローの浮き輪はあれ私のものじゃなくて、あのサマーランド行ったら誰でも使っていいよっていう貸し出し容器はなので、くら寿司に行けば、じゃなくて間違えた全然くら寿司じゃないし、せめてスシローであってほしかったですね、すいません。どこだっけ1個忘れたら全部飛んでっちゃう。あのくら寿司じゃなくて、何でしたっけ、サマーランドに行ったら、借りてみてください。そう、自分で借りられるやつなの、だから誰でも使えるよ。なのでぜひ使ってみちゃってください。こんばんは、ありがとうございますくら寿司だけは関係なかった、ごめんなさいむしろライバル店、気まずい、ごめんなさい、すみません。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほー。私はちなみにくら寿司派ってわけじゃないんですけど、一番圧倒的行くのはくら寿司です。だからちょっと出てきちゃう。あのくら寿司のガチャポンあるのってくら寿司だよね、一番行きますね。正直2番目に行くのははま寿司です。意外と実はスシローはほぼあんまり行かない、嫌いなわけじゃなくて見かけないくら寿司だったら見かけるのかって言われると、まあそんなことはないこともないんですけど、でもスシローが逆に本当にあんまり見かけないかも。ドアラさん、ハートありがとうございます。ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。はま寿司はあの鴨そばが大好きです。鴨そばしか勝たんです。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。スシローしか行ったことない。あ、そうなの、そうなんだ。家から近いとこはひいきな、あ、そうなんだ。私は別に近いわけじゃないけど、くら寿司に一番行くかもしれないな。寿司ざんま行ったことない。まあ、な、桃、なんて読むの、桃じゃないもんね、これ。なんて読むんだろう、初めて聞いた。魚べ行きたい、そういえば最近行けてないや、魚べのお寿司も食べたいです。魚べ、そうそうそう、魚べのいいところはあれですよね、なんかその全然違うネタが一貫で入ってるっていうのが魅力的。一貫でいいんだよね、そうそうそう、一握りずつ全然違うやつ。なんかたまにさ、マグロと、まあマグロに近い中トロみたいなセットで、まあ一貫っていうやつはあるじゃないですか、割とどこの寿司屋さんとかでも。でもその魚べは、まあ、マグロとサーモンみたいな、まあ、あの適当に言ったのでちょっとないかもしれないんですけど、的なもう全然違うネタが一貫であるみたいな、それがなんかすごいいろいろ食べれて魅力的って思って結構好きです。ドアラさん、祭りだ、ありがとうございます。ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうね。銚子丸か、しめそばにばっからし、わからし、からし、からし、わからしなんだなんだなんだ、ごめんね、全然わからないけど、しめそば大好きです私しめそば大好き。そう、だからあんまりいっぱい食べられない人とか結構おすすめかもしれない。いろいろと食べれるのは魅力的ですよね。そうです、明太釜玉うどん、魚べの明太うどんめっちゃ美味しいよね。明太うどんだよね、明太釜玉うどんだよね、めっちゃ美味しいよね。シーマナーがおすすめしてたよね。私シーマナーが食べたもん。シーマナーが食べてるものは絶対みたいなところが私の中では勝手にあるので、シーマナーが食べたらめっちゃ美味しかった。やっぱさすがだなって思ってました。今日スシロー行ったら浮き輪応募するやつ見たら当たったんかと思った。あ、そういうこと、そんななんの。あ、でももらえるのかもしれないね、当たったら。でもその
サマランの貸し出しは、まあ、貸し出しなのあくまでも家に持って帰ったらできないんですよ。だからあのまあ当たり前なんですけどできないから、あれ持ってる人は多分なかなかいないからさ、あれゲットできるの強いね。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう、やっほー、こんばんは。うどんの話、オーリオさんもシーマ流してた、オーリオさんもシーマ流してた、どういうことだ。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう、やっほー。まあでもめっちゃ美味しかった、とにかくめっちゃおすすめ。最近さ、お寿司屋さんのさご飯たちのレベルがすごいよね。だってあれとか持ってたもん、うなぎ、うな丼とか持ってた、それすごいびっくりしました。うな丼みたいな、そんなの持ってるのみたいな。カレーとかもあったよね、今はあるのかちょっと分かんないんですけど、くら寿司とか。でも前くら寿司にあのカレーとか持ってたし、何でもあるんだなと感心しました。こんばんは、ありがとうね。うなぎ食べたいね。そろそろさ、確かなんだけど土曜のうなぎの日、そろそろだよね確か。土曜のうなぎ、土曜日にうなぎ食べるわけじゃないんですよねあれ、土曜のうなぎ、土曜うなぎなんだっけなんだっけ。でも確か間もなくです、土曜のうなぎの日か、合ってるか、土曜のうなぎの日だって。もうすぐ、もうすぐだよ多分。なんかね、あのスーパーとかで言ってた、あのもうすぐだよって、もうすぐですよって確か言ってました。牛の日ね、すいませんすいません、牛の日どうしようもないですね本当に、すいません。土曜の牛の日です、牛の日、牛の日、そうそう、それが食べたくてさ。いつなんだろう、23日土曜日か、23日だって。というと今日が16日なので、あ、1週間後くらいじゃない。食べたいね、うなぎ食べたい、うなぎ食べる、うなぎ食べる、うなぎ食べる。土曜のうなぎの日に変えてほしいわかりやすいよね、なんで牛なんだろうって毎回さ、あの一悶着しちゃいますもんね。まあ理由わからないですけど牛の日です。来週の土曜日だって食べれるといいな、食べたいわ。うなぎ屋で食べたい、そうだね、わかります。せっかくならうなぎ屋で食べてみたいけど、私うなぎ屋さんでうなぎ食べたことないかもしれないです。実はありますか、うなぎ屋さんに行ったこと。ひつまぶしってうなぎだっけ、そういうのもねお店で食べたことはないかもしれない。肌がめちゃきれい、本当に嬉しい。なんかそういえばちょっと前くらいまでこの辺にプチってできたけど、そういえば治りました、よかったです。一悶着はしてないか。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとう。その日焼肉行くのか、いいじゃん、海鮮とも反対、いいよいいよ、焼肉もうなぎも肉です、違います、ごめんなさい適当なこと言いすぎたと反省しました。チョキマルハート、ありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう。出来たてはふわふわで美味しい、いいなぁ、今ふわふわのうなぎが食べたい、食べたい食べたい。うなぎより牛が食べたい、そうなの、私はうなぎも食べたい、結構晴れるくらいどっちも食べたいです。まあカルビとタンも食べたいけど、でも牛、うなぎも食べたいわ。でもさ、焼肉とかはさ割となんかまあ行こうってなりがちとは思うんですけど、うなぎ食べ行こうはならないじゃん、なかなかならないから、まあ、そういう日の力を借りるしかないかなと思います。なかなか普通の時によし今日の夜ご飯うなぎって思うことないので、ありがたいですよね。そういう日があるとちょっと頑張ってそうだね、まあちょっとちょい贅沢して食べようかなとか思えるもんね。そうだね、ラーメン、お寿司、アイス、うなぎ入れていいならうなぎも入れたいよ。ただうなぎはその3本の指に入れる頻度で食べれない、どっちかっていうと。そうだね、うなぎの白焼きめっちゃ美味しそう、何それ、いいな、いいないいな、食べたい、めっちゃ美味しそうだねそれ。焼肉胃がもたれる、嘘、あでもわかる嘘って反応したくせにわかるね。なんか私前まで最近胃もたれするっていう感情がなくて、本当にあんまりなかったんですよ全然。なんかどんだけ焼肉食べても別になんか胃がもたれ、お腹いっぱいは全然あるんですけど、胃がもたれてなんかムカムカするみたいな感覚になったことなくて、なかった、本当になかったんですけど、ついこの間、まあ1ヶ月弱前くらいに焼肉に行った時にカルビをめっちゃ食べたんですよね。なんかその日お腹の底がなんかバカになってたっていうか、なんかいくらでもいけちゃう日みたいな感じで超食べたんだけど、まあお腹いっぱい満腹って、それはいつも通りだったんですけど、もう次の日行くレベルくらいまで胃もたれしてた、初めてでそんなになったこと。でも相当油摂取しすぎてたんだなみたいな、ちょっと反省もしたんですけど、まあそれくらい胃もたれしたことがありました最近。そういえばお腹いっぱいとは違う、なんかもう
もう、むか、もう、もうか、もうか、みたいな感じ。初めての感情すぎて、私もちょっと焦った。やばいのか、と思いました。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。小市香さん、人でありがとうございます。ありがとう。よしです。ありがとうございます。どんだけ食べた？でもなんか、その、なんていうの、お肉をそんな大量食べたかっていうと分かんないんですけど、なんか油っぽいものばっかり食べちゃった。それこそなんかタンとかハラミとかそっち系じゃなくて、カルビとかホルモンとかそっち系のなんかもう油みたいなものばっかりを、なんか本当になんか多分そういうものが食べたい気分の日で、もうそういうのを狂ったように食べてたらさすがにやられました。キーさんハートありがとう。ペコちゃんハートありがとうございます。ダブルベアさん流れ星ありがとうございます。ありがとう。黒ウーロン茶飲まないとね、そういう時は。黒豆茶もいいのか。黒豆茶って脂肪や糖を吸収するのを抑えるみたいな役割あるの？あるのか。普通に黒豆茶好きで飲んでたけど、そういう役割があるならもっと飲みたい。そうだねサンチュとかマク派じゃなくて、割と米でいっちゃいたいタイプなんですね、焼肉を。だからなおさらですよね。野菜とかちゃんと挟んで食べてればいいかもしれない、もっと。頼んでキムチ、キュウリです。シーザーサじゃない、チョレギサラダとか頼むこともあるんですけど、まあ基本米とお肉。お米とお肉があれば嬉しいっていう感じかもしれないです。やばいね。やばいですね。まあでもまあちょっとおしゃじゅしぶって、野菜を頼むこともあります。別におしゃじゅしじゃなくても野菜頼む方もいるかもしれないんですけど、そういう野菜が食べたいわって時もあります。マイケルさんバラありがとうございます。ありがとう。でも30に巻いて焼肉食べるのって幸せですよね。それもいいなって思います。今度焼肉行く時は30で食べようかなって思います。そう、テンション上がってお肉とお米ってなっちゃう。あとカルビが食べたいんで、どうしても。だからそのカルビってなるとやっぱお米が欲しくなってしまうんだよね。ミミリンって食べても太るんです。食べたら太るタイプです、私は。残念ながら。食べたらしっかりと太ってしまうタイプで、本当に、太りやすいほどではないかもしれないんですけど、ちゃんと太ります。食べたらちゃんと太っていきます。ちゃんと食事制限とかしないと全然太ります。カルビはやっぱりお肉だよね。あ、違う。それはそう。カルビやっぱりお米ですよね。わかります。スタミナ太郎ね、よく行ったな。高校生くらいの時はね、行った。なんかね、高校の友達のお家の近くにあって、結構連れててもらった。連れててもらったっていうか、まあ一緒に行った。バランスよく食べないとね、何事も。明日何を食べるか。なんか誕生日付近本当に太っちゃいますね。こりゃ太っちゃうわ、さすがに。いや、結構さ、明日もケーキ食べちゃう予定だし、まあさ、いろいろとなんかまあ、ご飯をプレゼントしてもらったりとかさ、させていただいたらさ、もうなんか、まあ家族とかだったとしても、まあ食べるじゃないですか。もうこれは太ります。なので仕方がないので、来週は頑張ります。そうですね。明日まではちょっと食べちゃうと思うので、まあ来週から頑張ろうかなというところではあります。ミルキーウェイ、レインボースターありがとうございます。ありがとう。ホールケーキは一人で食べれません。ちなみに私は結構甘いのはそんなに量食べれないタイプなので、しょっぱい系の方が底なしで食べれる方です。甘いものは、普通に、一かけらくらい、一かけら。こう4等分にできるとしたら1個くらいで十分って思っちゃうタイプです。5合の一カットでいいくらいです。結構少なくていいくらいかもしれないです。ロミオさん、タツノオトシゴありがとうございます。ありがとう。ここはね、群馬から配信してます。今日は群馬県におります。私、明日は太ることを気にせずゆっくりいっぱい食べようね。明日はせっかくなのでいっぱい食べたいわって思います。トントロ食べてない、トントロあんまり食べないです。食べたいです。でも多分食べれないお肉の部位ないので、トントロも食べたい。でもあんまりトントロに立ち会ったことがないですね。あんまり頼んだことないかも。ケーキはケーキでもタルトケーキが最近好き。いいじゃん、タルトケーキ。私もタルト好きよ。チーズタルトケーキとか大好きです。フルーツタルトも好きよ。好きです。好き好き。いいよね。でも私は最近ティラミスモチベが非常に高いです。まあ明日はティラミス食べる予定はないんですけど、最近そのカフェとか行ってデザート最後に頼めるとか、まあとか。まあなんかティラミスがあるところに行けば絶対にティラミスを食べます。この間サイゼにティラミスだけを食べに行きました。普通に別のところで夜ご飯食べたのに、ティラミスが食べたくなって、サイゼリアに寄っ
たくこともあるくらい、あのティラミスを食べてます。最近ハマってるな。クレチカさん貝殻ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。ティラミス美味しいよね。大好きなんだよね。レバーもいけちゃいます私。レバーも好きよ。ただユッケだけは食べたことない。ユッケも食べれれば好きかもしれない。ユッケ食べてみたい。そろそろデビューしたいですね。コレチカさん貝殻ありがとうございます。ありがとう。サイズのティラミスってあの硬いやつ、なんなんなん、超やわやわでした。硬くなかった。全く硬いやつなんてあるの？それトリュフアイスケーキとかじゃなくて、ティラミスは超やわやわでした。ティラミスとコーヒーゼリーのセットを買いました。美味しかったです。私コーヒーゼリー好きなんですよね。まあコーヒー好きなんですよ、ちなみに。ちなみにね、ちょっと苦いコーヒーゼリー好きで、まああのミルクとかかけて食べるのが好きなんですけど、コーヒーゼリーとティラミスのセットが売ってて、それを食べました。それはそれは美味しかったです。コストコのティラミスケーキは食べたことあるかないかって感じです。あの私は会員じゃなくて自分家で買ったことは一回もないんですけど、専門学校の時にお友達がそのなんかティラミス、コストコのティラミスケーキをこう持ってきて学校にね、めっちゃ冷蔵しといてて、昼ご飯の時に食べようみたいになったことがあって、一口くらいは食べたことがあります。ただあんまその時なんでだったのかあんま覚えてないんですけど、がっつり食べてなくて、だからなんかあんま味思い出せないんだよね。悔しい気持ち。でもまあ食べたことないと言ったら嘘になるんですけど、あれは食べたに入れていいのかなって感じです。なんか賞味期限切れるからみんなで食べようみたいな感じで、がっつりあの大きいティラミスを学校に持ってきていてびっくりしました。私もおーおーおーって。何人で食べただろう、5、6人かな、5、6人で食べました。7人8人くらいかな、ごめんなんかどんどん増えちゃってごめんなさい。でも7人8人くらい、マックス8人くらいで食べました。美味しかったよ。でも多分あのでもさ、コストコのティラミスって美味しいって言うもんね。結構有名よね。こんばんは、ありがとうございます。いいよね。あのね、確かなんだけど、そのサイゼに前回頼まなかったんだけど、コーヒーゼリーの上にバニラアイスのせみたいなのも確か売ってる。今はもしかしたら入れ替わり立ち替わりで売ってないかもしれないんですけど、昔はあって、それがすごい好きでした。あとなんか最近ね、サイゼリアに新登場で、あのフレンチトーストが出てました。それが美味しかったです。一口だけ食べたんですけど美味しかった。フレンチトーストはなんかアイスは別料金になるんですけど、まあトッピングして食べた方が多分絶対美味しいです。フレンチトースト美味しかったよ。トロトロでめっちゃ良かった。みんなも食べてみてね。私もまた食べたいなと思いました。フレンチトーストなんて前なかったよね。誕生日おめでとう、ありがとうございます。明日がお誕生日です、ありがとうございます。フレンチトーストあったよ、めっちゃ美味しそうだった。あ、美味しかった。美味しそうだし美味しかった。そういう今夜はもう、そうだね、なんかね、食べたっちゃ食べました。なんか何を食べたって言われるとちょっと難しくて、なんかさっきっていうか今日着いたばっかりなので、まあスーパーとかでまあもろもろって買ったようなのを、まあ、食べたって感じ。作ったりもしてなくて、スーパーでいろいろ見繕ってきてそれを食べたって感じなので、まああんまり何を食べたって言われると難しいんだよね。なんかまあとりあえずなめこのお味噌汁と焼き鳥と、あとなんかイカのお刺身とか、まあ、お刺身系ちょいちょいと、あとはくるみ味噌パン食べましたね。そうとかなんかまあつまんだって感じです。いろんなものをつまんで食べました。なのでこうオムライスを食べたとかそういうんじゃないんですけど、それ何か一個これを食べたみたいなのなくて、いろいろなんかもろもろつまんで食べてました。お腹は空いてない。むしろ今お腹パンパンです。こんなにお腹膨らむってくらい今は膨らんでます。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。くるみ味噌、そうなんかくるみ味噌パンみたいなのが美味しそうで買って食べたな。美味しかった。味噌パン結構好きなんですよね私。群馬行くとよく買っちゃう。群馬名物なのかは全然わかんないんですけどでもなんかあんま見かけなくて、自分の地元には。そう、美味しくて好きです。あ、そうなの、有名なんだ。じゃあいいもの買ったわ。なんかお目が高いわね私自分でいろんなことあげちゃったりなんかしちゃって。こんにちは、ありがとうございます。焼き鳥は食べたのはネギマを食べましたけど、一番好きなのは砂肝とぼんじりと皮、一番好きなのは3つあります。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。今日も一日お疲れ様です。4時間経ったかな。みんな今日も見に来てくれてありがとう。
私のお誕生日まであと2時間です。まあ悔いは、まあいろいろ話しましたけれども悔いはないです。まあいろいろと悔いっていうか後悔っていうか、まあこうあれればよかったとか、ああできればよかったとかあるけど、まああと2時間何分でできること系の悔いはないです。だしまあ全部ひっくるめて考えても悔いはないです。いや悔いっていうかやり残したことか、やり残したことはないですいや それくらい完璧に生きれましたとかじゃないんですけど、あんまりなんかこうやり残したこととかあんま考えた方がいいかもしれないんですけど、あんますごい考えるタイプではないです。まあ今からできることをやろうと思うタイプなので、まあできることだったらやれてるといいなっていうところです。もしできてないことがあったら23歳で超挽回していけるように頑張りますやばい、なんか変なこと言っちゃったかもしれない。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。まあやり残したこと今考えてももう遅いのでねポジティブに明日からできることを考えていこうと思います。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。やっほー、お疲れ様です。明日からいろいろやっていけたらいいなと思います。23歳らしくね、大人ないい女になっちゃうよ。22歳のみーちゃん1年ありがとう。こちらこそありがとうね。22歳のたかぱちみみの応援をしてくださった皆様ありがとうございます。本当にたくさん応援してくれてありがとう。幸せな22歳でした。ゾロ目はこれにて終了。次のゾロ目は33歳。耳のし明日23歳になるのに10年後の話しちゃった。さよなら22歳。そうです、さよなら22歳です。ツイートいつしようかなって悩んでるんですよね。今まではラストアイドルで活動してた時は12時ルールっていうのがあって、まあ、12時にはシンデレラタイムといって、まあ、ツイートや SNS が全くできなくなっちゃったんですけど、まあ、今年はできるというわけで、なんていうんですかね、私がおやすみなさいとかおはようございますとか、まあ今日23歳になりましたとかツイートをポンポンポンって別々でしちゃうと、まあおめでとうみたいに言ってくださる方がもしいてくれたとしたら、そのコメントとかがもういろんなところに分散しちゃうから、自分で23歳になりましたっていうツイートをもう24時になったらしようかなとも思ったんですよね。でもそれをするとなんか自分の誕生日めちゃくちゃ気合い入れてる子みたいになっちゃうかなと思いつつちょっと悩んでました。でもなんか朝するのもじゃあ何時って感じだしさ、明日の夜とかだとさ、なんかそのね、なんか どれにみんなおめでとうって言ったらいいんだろうって分かんないかなって思ったりもして、考えすぎだと思うんですけど、私は何時にツイートしようかなって考え中です、ね、よく分かんないこと私結構考えちゃうんですよね。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。12時にやったらさ、この子めっちゃ誕生日めっちゃ気にしめっちゃ楽しみしてんじゃんみたいな風に思う分かんない、どうなんだろう。そう、私は全然気合い入ってるんですけど分かんない、どうしようかなって思って悩んでます。まあ明日の朝でもいいんですけど、考え中です。思わない、あ、本当思わないんだ、ありがとうね。じゃあ今日の夜中にしようかな、ツイート。ダーフクさんハートありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。みんなもしよろしければ23歳になったタカパチにおめでとうって言ってもらえると嬉しいなと思います。おめでとうしてくれるかな何だかすごい勇気がなくなるおねだり。おめでとうってしてくれるのかな、ありがとうまだ言われてないけどありがとうしてくれるんだよねありがとう。あ、まだです、まだごめんね、まだなんですけど、もう少しです、よろしくお願いしますありがとうね。あと2時間後待ってるよ目がガチです。嘘です、もうそんなのは嘘で、言いたいなって思ってくれた方に言ってもらえるように私は頑張ります。マロさん可愛い、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。 LINE にも送る、ありがとう。返信したい気持ち。ミルキーウェイ、レインボースター、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは、ありがとうございます。あ、そういえばね、そうだ、一個言いたかったことがあるんですけど、本当は明日開けたかったんですけど、まあ、たくさんいただいたっていうのも込みでちょっと今日開けさせていただいちゃったのを事前に報告させていただきたいんですけど、皆様からプレゼントを送ってくださった方、お家に届きました、プレゼントたちが、ありがとうございます。お誕生日のプレゼントがお家にいっぱい届いてすごく嬉しかったです。本当にありがとうございます。可愛いプレゼントがいっぱいでした。なんか本当は
まあ、17日に見たかったからちょっと楽しみにしておきたかったんですけど、ちょっと群馬には持っていけないかったのと、まあ、誕生日の時にはそれどんなものをいただいたのかちょっと把握しておきたかったっていうのも込みで、ちょっと先にちょっと見させていただいてしまったんですけれども、ありがとうございます。可愛いプレゼントいっぱい、ありがとう、とっても嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうね。いやもう誕生日も過ぎて20何日に見るのと、まあ前日だったら前日の方がなんていうのかな、みんなのプレゼントちゃんと楽しみにしているっていう気持ちを込みで先に見させてもらう方がどっちかだったらいいのかなと思って、まあ、当日は厳しかったんですけど見させてもらいました、ありがとうございます。でも分かんない、これが全部なのかはちょっと分からないので、あの自分のプレゼントが届いたのかみたいなのはちょっとあれなんですけど、これが全部かどうかちょっと私も把握できてないんですけど、あの誕生日をちゃん誕生日待って、あのその一定の時期に送ってくださったものはあの昨日今日か今日の朝くらいに届いたんですけど、もしもその一定よりも先に後に送ってくれている方は今後届く可能性もあるので、ちょっと全員分今日届いたか分からないんですけど、ありがとうございます、本当に嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうね、本当に幸せです、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます、まというご報告でした、ありがとうございます。そうそうそう、ありがとうね。というわけで今日の配信はそろそろ終わろうと思います、ありがとうございます。ではランキング読んでいきたいと思います。13位ダブルベアさん、ありがとうございます、ありがとう。そして12位ソウソウさん、ありがとうございます、ありがとう。そして11位ペコちゃん、ありがとうございます、ありがとう。そして10位フータローさん、ありがとうございます、ありがとう。そして9位ケンシンさん、ありがとうございます、ありがとう。そして8位コレチカさん、ありがとうございます、ありがとう。そして7位マイケルさん、ありがとうございます、ありがとう。そしてちょっと目が乾燥します、ごめんなさい。そして6位ローさん、ありがとうございます、ありがとう。そして5位ツーツン、ありがとうございます、ありがとう。そして4位ミルキーウェイ、ありがとうございます、ありがとう。そして3位ジュンジュンさん、ありがとうございます、ありがとう。そして2位ロミオさん、ありがとうございます、ありがとう。そして今日の1位はじゃらららららなんキーさん、ありがとうございます、好き、ありがとう、1位おめでとうございます、ありがとう。そして今日の33位賞はじゃらららららららん、あーバラララララ、奥さんおめでとうございます、ありがとう。13位以内に入ってないよという方も見に来てくださってありがとうございました、ありがとう。ミッションもおめでとう、ありがとうございます。皆さんパチパチたくさんありがとうございます、ありがとう。ちょっと急に目が乾燥します。今日はサチもみんなとご会いできて、サチも喜んでおります、ありがとうございます。最初ちょっとバタバタしたスタートになってしまってごめんなさい。しかもサチがね、せっかく上に上がってきてくれて、もうあの出たい出たいっていうのがあの時間の問題だったので、ちょっと多分フライング配信今日してるので、ちょっとすみません、そちらも重ねて謝ります、謝罪申し上げます、ごめんなさい、ありがとうございます。今日もみんな見に来てくれて、それではまた明日23歳になったタカパチに会いに来てください。時間が決まり次第あのしっかりとお知らせいたします、なるべく早くお知らせします、ありがとうございます。また明日、22歳、ありがとう、またね、バイバーイ、ありがとう、またねー。